ここもいわきがボールを奪います。ポーンと上げて鈴木翔太へ、胸で落として高く上げていく、決めた。鈴木翔太のゴールが決まりました。20分、いわき FC 追加点です。点差を広げました。ここに鈴木翔太、胸で落として、あ、これはループ気味のシュートでした。有田も前にいましたが、左足を思いっきり振り抜きました。この胸のトラップで落とした位置がいい位置にトラップでできました。鈴木翔太、今シーズン5ゴール目。